武田塾に入会金無料で1ヶ月通える夏だけ武田、今年もスタートしました。なんと今年は新コースと全国どこからでもお茶の水本校の講師に質問できる新サービスが登場します。詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾大人水本校校舎長清水です。武田塾教務の高田です。皆さん武田塾チャンネルのチャンネル登録とこの動画へのグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。今回は、はい、僕の高校生の頃の勉強の失敗談について話していきたいと思います。はい、武田塾はですね、こう授業をしない、授業をたくさん受けるよりも自分で勉強するのが大事だ、参考書一冊完璧にするのが大事だっていうね理念のもと、はい、いろんな勉強法を、ね、話してるわけですけども、改めてそこの重要性をね、ちょっと僕の口からも話させてほしいなと思ってます。はい、お願いします。僕はですね、高校1年生の時に、ね、はい、とある失敗をしまして、はい、それをちょっとみんなに共有したいなと。なんと思います。何を失敗したんですか？当身のチラシを高校受験の日にもらって、はい、でなんかすごい塾だなと思って高1の春から当身に通い始めたんですね。お、早いですね。失敗の代表例みたいなのが、授業を取りすぎてしまったなと、なんというふうに思います。その時は参考書自学自習最強に気づいていなかったと。そうです、そうです、そうです、はい、高1の5月ですね、僕が通ってた東進衛生予備校明石駅前校という校舎でですね、はい、東進講座受講レースというのが開かれまして、はい、ホームルームみたいなのがあったんですよ、うんうん、で高1のみんなバーッと集められて、はい、で東進のなんか担任の先生みたいな先生がいて、はいはいはい、5月は講座受講レースというのをやります。教室の前にブワーってこう生徒の名前が書いた、はい、こう会社のなんか裏に置いてあるなんかシートみたいなので、はい、売上レースみたいな1コマ受けるごとにみんなシール貼ってくんだぞみたいな、はい、で、あ、分かりましたみたいな、このシールをじゃあ5月の1日から5月の終わりまでみんな貼っていって、はい、一番受けた人に、参考書1冊無料でプレゼントしますみたいな、なるほどみたいな、その当時衛生予備校明石駅前校の、はい、まあ、当時 2,30 人ぐらい高1の子がいたのかな、うん、顔見知りのやつとかもいるわけじゃないですか、はいはい、おっしゃ俺一番なるぞと思って中学は野球部だったんですけど、高校の時も勉強できるように、はい、放送部に入っといたんですよ、はい、で時間もあるぞと、はい、これ俺は1位取るぞと思って高1の5月1日からですね、もう毎日当時に行くっていう生活をスタートしました。なんとで朝から夕方は学校で授業を受けて、はい、で放課後当時に移動して、元気な時は2コマ、普通の時も1コマ、はい、高校対応英文法っていうのと高校対応数学っていう授業をですね、こう毎日受けていったわけですよ、はい、でライバル一人いたんですよ、神戸高校っていうね兵庫県でトップの高校に通う、はい、S 君って子がいて、はい、S 君も勝っていってるんで、高志北高校の高田君もこう勝っていってる、そう言いますね、どっちだどっちだ、はい、みたいな5月25日、はい、ほぼ同じ5月26日高田が1枚リード、5月27日 S 君が1枚リード、どっちだどっちだどっちだって土曜日今日3コマ受けるぞっつって、はい、おーっつって高田の勝利何やってんすかね参考書ね、確かね、はい、マドンナ古文荻野先生のね参考書を確かもらったなっていう記憶があるんですけど、はい、もう授業めちゃめちゃ受けまくったんですよ、はい、最後蓋を開けてみれば何も覚えてなかったんですよセンター試験型のものを解いても全然取れなかったと、はい、身についてなかったっていうのが一番の後悔ですね。で映像授業の予備校、まあ、東進とか学びすとかいろいろあると思うんですけど、映像授業の予備校通ってる子でなんかこう授業を受けることが目的になってませんかと、まあ、これ予備校もそうですね、河合塾とか寸大とか行ってなんか授業を受けてたらそれでいいやって満足してませんかってことが僕の言いたいことで、一番大事なのってその授業を受けた後の復習だったりとか、はい、参考書で何か覚える暗記だったりとか問題を解くとか、それ自分の勉強の時間が一番大事だと思うんですよ。1個授業を受けたらその2時間3時間復習したり問題解いたり自分の勉強を取る、身についたら新しい授業を受けて1時間2時間自分で問題解く暗記するとかね復習するっていう風に、なんか授業を受けて理解することとちゃんとその参考書で問題解くことバランス取らないといけないですよね。その後さらに気づきがあったんですけど、はい、参考書コーナーにその後行くんですよ、はい、そしたら安コーチの英語を初めから丁寧にっていう参考書と出会うんですね、うん、ありますね。安コーチ先生がこうなんか分かりやすく英語の文法を解説してくれてるんですけど、はい、高校対応英文法で安コーチ先生、高校対応英文法っていう英文法の基礎の当時の講座があるんですけど、そこで安コーチ先生が言ってたことと安コーチの英語を初めから丁寧に言ってたことが全く一緒なんですよ。なんと、なんか先生が黒板で書いてたその図とかも、はい、もう参考書に
最初から載ってるんです。なんとじゃあなんか予備校の授業を受けてその後復習するって勉強が当時いいのかなと思ってたんですけど、それよりも参考書を先に読んじゃえば当時の授業を受けなくていいなと。板書を写す時間、テキストにいろいろ書き込む時間すらもカットできて、一番効率いいのって結局初めから参考書で覚えたり問題を解いたり自分で勉強することが最速だなって8月から気づいて、なんとかまあ2年半ぐらいで京大に合格できたんですけど、高1の初めはまあそんな感じで、もう全然ダメダメな生徒、そういう人って結構多いんじゃないかなと思います。改めて、授業をたくさん受けるよりも自分で勉強するのが大事なんだよってことをね、皆さんに分かってほしいなと思って、僕の失敗談恥ずかしながら話させてもらいました、はい、ぜひ参考にしてみてください。今回は以上です。先日私高田が武田塾札幌校へ行ってきました。札幌校の渡辺先生、とても素敵な先生でしたし、教室の雰囲気もとても良かったです。札幌校の紹介動画上がってますので、ぜひ皆さんご覧ください。